どうも、ハイチです。今日11月19日で今見ていただいているとある男が授業をしてみたというこのチャンネルの、登録者が30万人を超えました。本当にありがとうございます。まあ、知ってるご存知の方もいらっしゃると思うんですが、自分は毎年1月1日年が明けた時に、目標を掲げてそれを動画で発表してっていう形で、まあ、それを目指してね1年活動しているんですけど、まあそれしか達成できてないんですが、ひとまず2017年これが最初に出したやつですね、一番上チャンネル登録者30万人、こちら達成することができました。まあ、毎回こういう節目の時には本当同じ思いばっかりだなって同じことばっかり言うことになってしまうんですけど、本当にこうやって、まあ、5年半ぐらいかかってしまったんですが、教育っていう分野でも、ね、こうやって YouTube っていう場所でやっていけるというか、たくさんの方に見ていただくことができるっていう、人に貢献できるっていうのをこうやって証明することができたのは、あの普段から勉強動画とかを使ってくださってる皆様のおかげなので、本当に改めて本当にありがとうございます。今日今4時ぐらいに撮影、夕方の4時ぐらいに撮影してるんですけど、午前中に達成、まあ、30万人突破して、で、まあ、Twitter でね、もう今でもこうすごいたくさんの方からあの祝福のリップとかをいただいてるんですけど、あの午前中も達成した瞬間はですね、もう胸いっぱいになってしまって、動画撮ろうと思ったんですよ。すぐに最初はこうカウントダウンで携帯を表示させて、おい行くんじゃね行くんじゃね、おい行ったぜみたいな動画を撮るつもりだったんですが、絶対泣くと思って、自分なんか思った以上にちょっとこの30万って数字は、正直、まあ、毎年そうなんですけど、厳しくねって、きついんじゃねっていう目標をあえて立てるようにしていて、で、まあ、30万は正直もう掲げた時はもうどうしようっていう風にずっと思ってたんですね。で、やっぱり、まあ、自分のチャンネルは、まあ、テストの期間とか受験の期間とかに左右されるので、チャンネル登録者が伸びるときと伸びないときがすごい顕著に差があるんですよ。で、まあ、1月とかはね、もちろん伸びやすいんですが、3、4、5とかは、すごくこう、ショートするというか、こけやすい時期なので、どうしようかなってたくさん悩んで、いろんなこと考えて、でも、一本一本、今撮るべき勉強動画を撮ってっていう感じで、駆け抜けたら気づいたら11月になってて、と今に至るんですけど、でもなんかそういった、多分今までで一番いろんなことを考えて悩んだ1年だったので、その分、こうみんなからいただいたこうリップとかを読んでると、やっぱこうダメですよね。もともと涙腺がかなり緩いというか、涙もろいのもあって、そう、あ、ちゃんと喋れねえなと思って、今夕方に喋ってるんですけど、でもダメです。ダメダメですね。泣きそうになるんですけど、でも本当に、毎回毎回こればっかですけど、本当にありがとうございます。見ていただいてる皆さんがいなければ、こうやって続けることは絶対なかったので、ありがとうございます。そればっかり、本当に。まあ、これからもですね、まあ、30万人いったからといって、特に何かが変わるわけではないんですけど、今、撮るもの、まあ、今だったら、受験対策の理科をメインに撮ってるとこですが、一つでも多く、勉強動画を撮っていって、まあ、悩み相談とかに答える動画も今は撮ってますけど、そういった勉強関係の動画をね、もちろん主軸で撮っていって、少しでも、その時期の、まあ、なんだろう、勉強に悩んでる方とか、まあ、受験に悩んでる方、受験勉強に悩んでる方なんかの、ちょっとでも力添えができるような動画を撮っていけるように、これからもね、精進して頑張っていきますので、どうぞ今後もよろしくお願いします。普段からね、勉強動画、毎日使ってるくださってる方もいらっしゃれば、テスト期間になったら使ってくださる方、そして、受験勉強の受験期間になったんで今使ってくださってる方、いろいろね、いろいろパターンはあると思うんですけど、どんな状況だとしても、少しでも、皆さんの勉強のお供にしてもらえたら嬉しいです。はい。という感じでございます。まとまんないだろうなと思って喋りましたけど、案の定まとまらなかったんですが、伝えたいのは本当に、ここまで支えていただきありがとうございました。そして、これからもね、おごることなく、一本一本丁寧に撮影していきますので、今後もどうぞ、よろしくお願いします。ということで、以上です。ありがとうございました。